遅かったね。どっか寄り道してたの。遅かったねって、でも前にいましたよ。前に来たよ。それは俺が盛大に道を間違えたからさ。やっぱり。そうか。あ、でもハルティが間違ったんだ。ハルティが間違えたの。いや、最初こいつは間違えかけた時にナビを見て、ひよってナビを見たの、うん、で、軌道を戻したはずなのに、また次の角で道を間違えて、いやーやば、俺途中まで言わないで、そろそろだなって思って、私間違えてるよって言ったら、ナビ見て驚愕してた。さすがに変わってたからね。なんでみんなやれやれ言って見に来ないの、俺のこと。いや、先行っちゃったの。先に帰ったの。先に帰るもん。そうちゃんを待ったわけなんだよ。待たずに帰ったの。いや、いじめだろ。いや、そうちゃんよりはハルティ見に来てよ、頑張ってんだから。何、ね、顎で押すとかそういう感じなの。え、違う、胸で。あ、胸で押すんだ。え、何、スマホのタイマーを胸で押して腕立てする。違う違う、これ勝手に反応すんですね。すごい。ここからだよ。VS ダイヤ今度やろうから。じゃあいいって思い出す。300回やるまでにダイヤを全部見つける。1時間でどっちのが多く見つけられる。ダイヤの数。ダイヤやばくねえかそれ。確かに。いや、腕ダイヤかける10回分腕立てとかね。いや、いけますよ。なんか似てねえな。なんかビリケンさんだ。ああ、そういうこと。ビリケンさん。お前顔もビリケン似てんな。もういいじゃん、ビリケンで。ザウルスじゃビリケンにしようじゃなかったじゃん。そう、ビリケン。ドラケンさん。ドラケンみたいかっこいいじゃん。かっこいいじゃん。じゃあ、ザウルスドラケン。もう鉄塔な言葉が。ポンポン出てくる。なんでこいつのことある。つられちゃうかもしんない。はい、ということで、4日目です。私は先に帰宅ということで、もうさっき、ま、ラウンジで15分ぐらいちょっとゆっくりさせていただいて、ここから羽田空港の方に行って、まあ、僕の方の支援はここで終わりにしよう、羽田空港の方で終わりにしようかなと、思います。はい、多分今12時前なんですけど、まあ、多分彼らはお昼ご飯を選んでるのかな、どうだろう、札幌に着いてるのか分かんないですけど、一応予定的には多分そろそろ札幌に着くんじゃないかなっていう感じだと思うので、まあ、そちらの、ね、映像を楽しみつつやらせていただこうかなと思います。そして山田君にですね、カメラをお借りしたのでちゃんと、はい、動画も撮って、席がですねちょっといい席なんですよ、帰りが、まあ、そちらのね、まあ、軽く機内も撮りつつ羽田に帰ろうかなと思います。では、羽田までよろしくお願いします。誰もが忘れていたであろう動画撮影。ナイス。いや、マジ動画撮るとか忘れてたでしょ。確かに。なんかタクパンいなくなるとさ、動画撮る感なぜかなくなるんだよ。なんでなんだろう。あ、ここが噂の大通公園だ。これ夜行ったらめっちゃ綺麗だもん、多分。これない。もう入ってないの、みんな。あ、入れない。あ、なるほど。もうみんな遊べるように雪積もらせてんのが。雪だるま作るべ。第1回メエントリー雪合戦大会が開幕する気配がします。楽しいぜ。ボコボコにしてるからな。圧やば。いないよ、キング。よし、スタート。あ、あ、崩れるこれ。キッズ助けて。死んだ方が楽なんじゃないの。そうだよ、先にやられちゃう。終わり。終わった。終わっちゃって。おい、俺一回も当ててねえわ。ただかか。
数時間にわたるカフェでの会議の結果、ラーメンを食うことに決定しました。ということで今から元祖札幌ラーメン横丁に向かいます。やったーやったー。道案内を誰かしてください。3組ぐらいに分かれる。なるほど。はい、グチョパ、グチョパ最初はグーだけ。はい、決まった。あ、ちょうど決まってる。ちょうど決まった。え、じゃあちょっとグー行きますよ。え、俺一人こっちだ。さあ、よかった、びっくりした。はい、パパ、こうのネギとメンマ抜きで、ありがとうございます。なんか寂しかったらチャーシュー1枚入れて。あ、ありがとうございます。すげえ。どうぞ。ありがとうございます。よいしょ、いただきます。めちゃめちゃ美味しそうなバターラーメン。バチうめえ。バイキングとは違いますわ。無限にコーンを湧いてくる。無限にコーンを湧いてくる。もったいない。ごちそうさまでした。ラーメン屋に入りました。塩ラーメンと醤油ラーメン、醤油ラーメン入りました。醤油ラーメンと塩ラーメン。はい、食べます。ガチうまそう。食べ物といったらそうちゃん。おお、初めて食べる味かもしれない。ああ、そうだ、うん、めっちゃうまい。めっちゃうまい。結局めっちゃうまいじゃん。いや、マジで。じゃあ俺も食べよう。いただきます。美味しいわ。食べたことないよね、この味。うん、札幌ラーメンがないからね、そもそも。うめえ。こっちがうめえっす、取る。これなんだよな。お前いつも来てるからこれ。染みてんな、なんか。はい、ということで、羽田の方に帰ってまいりました。ここでね、僕の方の視点は、終わりにしまして、あとはね、残りの他のメンバーのね、視点の方にお任せしようかなと思います。一応ね、さっき LINE を見た感じだと、なんか飯食った後まだ時間あるからどうしよっかみたいな感じの会だったので、まあご飯と楽しんで見ていただければなと思います。ということで僕は、この後フォトノフェスの方に、出ますので、一旦終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またこういう自主動画ね、やれてもっともっとやれていきたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では一旦僕は失礼します。さあ、美味しいラーメンを食べて、ボーリングをして、空港にまで時間がある。そうだ、ラウンド1に行こう。行くぞ。倒して好きな子に告白します。大好きです。
ス。パワーストライク。ボーリングで決まるんですか。あ、D、D、それ回るよ。なんか1日目2日目すげえ長く感じたのに、そうね、3日目から早かった。乗る予定の電車に時間が間に合わない疑惑が出ています。急げ皆の衆、最後の最後で大東競争大会、そんな暇ない、垂れ流せ。うわー